コスモスの花のユニットを使って秋の壁面を楽しくレイアウトしてみましょう。コスモスの花の作り方はお花紙で作るコスモス2021をご覧ください。台紙は黄緑の画用紙の上に緑の画用紙で作った葉っぱを貼って作ります。これに花を貼っていきます。開いた花だけを貼っても十分綺麗ですが、茎のついた開きかけの花やつぼみを加えると動きが出ます。このコスモスの花のユニットをたくさん作ります。一つずつに分かれていますので、あちこちに分けて飾ることができます。並べ方も自由に変えられます。横に並べるとお花畑のようになります。片側に寄せて空の部分を広く取り、羊雲と組み合わせて貼ると秋らしいですね。ユニットをいろいろ動かしながら秋のレイアウトを楽しんでみてください。